皆さんこんにちは。今回はクロノさんと3キレ10秒10キレの3曲で対局していきたいと思います。今回クロノさんにコラボお願いして、心よく受けていただいて、こういう機会が実現しました。というわけでお願いします。いきなり3キレなんでちょっと慌ただしいんですけども、3キレ終わったら10秒、その後は10キレっていう感じでやっていきたいと思います。相掛かりに持ち込みまして、いやこういうな、なんか相掛かりとかクロノさんうまそう。いや棒銀、棒銀は角上がって、角上がって受けていくか、角上がって銀上がるのが受けの形ではある、受けの形ではありまして、これでなんかこう飛車と角でここら辺を守っておくみたいな、そういうノリで生きていきましょう。そういうノリで生きていきましょう。これは歩で逃げとく手もあるんかな。逃げといてちょっと弱気か、ちょっと弱気なのかわからない私には。うわー止めて、ちょっと角を窮屈にしてきましたね。歩突き同歩飛車交換とかはどうなんでしょうか。一応こっち飛車には強い形なんで、これで飛車ぶつけといて、同飛車なら同角、角でこう利かして成り見せるみたいな、そんな感じで生きていく人生でどうでしょうか。いや普通に緊張する普通に緊張するっていう日本語あるのか知らないけど緊張する。銀引いて形を整えてきた。まあ、なんか銀出て、銀とかちょっと見せていくか。金上がってなんか、もうちょっとバランスよくいきたいけど、まあ、銀上がって、2分30秒、2分30秒ってことなんですけども、これ歩取りが結構受けにくそう。まあ、受けにくいからといって別に、取ってもやっとこっちが一歩損回復するだけなんで、だから何っていう話はあるけど、取っといて、なんか2筋薄いから、なんとかなるんじゃね？歩突き同歩同銀とかで。はい、勝ち。はい、勝ち出ちゃいましたね。クロノさんにもはい勝ちを披露していくと。披露していく、謎すぎる。銀出て圧かけとくと、銀なりの圧が受けにくい説。あー、それはどういうことですか。角を打って受けますと、同角なり同桂。角で同角なり同桂。角には金上がりとかで大丈夫か。角合わしとく。怖いね。怖いね。なんか桂馬跳ねるの。おー、同角同角同飛車。同角同角同飛車で、同角同角同飛車で相手玉頭に効かせまして、聞かせまして、なんかこれ銀なりが、うわ、危ない危ない危ない、銀なりが王手なるとか言ってたら、飛車を変なとこにタップしそうになる。で、飛車回ってなんかぶっち見せるのどう？ちょっと荒いかな？銀なりとかなんか、場合によってはぶっち。場合によってはぶっちする人生も見せていきたい。場合によってはぶっちする人生も披露していきたい人生ではあったんですけれども、うおー、まあ、でも確かにそれで、受けられてるといえば受けられている説がまことしやかに囁かれていまして、まことしやかに囁かれている昨今ですけども、皆さんどう過ごしてしょう。まあ、一回金でバランス取っとく。一回ひよってるかな。ビビってるやついる。いやーこれいたかもしれない。ちょっとビビりがちなやついたかもしれないね。もう桂馬で止めといて。一応なんか桂馬とか使えそうだもんね。うわー角で、銀とか上がると飛車先の歩を交換されてしまいそうな時代に生きている私たち。角打ったら玉とかで上がられてちょっと微妙か。なんか飛車で足しとく。三筋に足す人いるんかな。三筋足してどういう未来をあなたは描いてるんですかと言われると私には分かりませんけれども、とりあえず未来を描いていきましょう。角で取ってくる。歩打ち同歩歩同銀は角、歩打ち同歩歩、まあなんかこちょこちょ行くか。玉頭怖いけど、玉頭ゲロほど怖いんですけども。なんか同歩歩同、うわぁ辛抱、辛抱二郎の時代。これ歩で桂馬取りに行って。いいんじゃない？形勢は良さそう。なんか角中ぶらりんやし、銀中ぶらりんなんで、なんか歩とかで仮に飛車いじめれても、ピュンピュンがなんか取り取りみたいな。これ同銀で強く行く？同銀で強く行くか。角取り。同角同飛車。いや、それ強きすぎ。それはチンパン。飛車打ちがあるからと思ったんだけど、まあ、引いてくる手には取る。引いてくる手には取りまして、銀で圧をかけてくる、かけ、圧かけし男。これ、と金引いといて。取って、同金、歩成りとかで迫ってく。取ると、同金風なって、歩を鳴らせていただきまして、金取る手がきつそう。金取る手がきつそうではある。金取る手がきつそうではありますよ。取ったら取れる。同金は同金。これはお時残り違う。です。いや、あと、ここ寄せ切れるか。ここ寄せ切れるかなんよ。ここ寄せ切れるかどうか問題。勃発してて。ちょっとエッチだと風なんですけどね。ちょっとエッチすぎるかな、これ。寄られてよくわからん。寄られてよくわかんない問題あるけど。それ、と金寄って同金飛車なりとかあるか。同飛車はなんか角とか打って左右強撃気づけるから、嫌な気がする。
玉逃げはと金捨て同金飛車成り、放っとくと歩成りが金打ちまでを詰めろ。これでと金でどう、この同玉と取る手を消して、そうだよね、一回角は、まあそんな いらんことせんとくか。これで角を七駒にさせていただきまして、角七駒案件で角を打ちまして、大手が受けにくい、大手が受けにくい、まあこれは逃げとくか。銀取り、銀取り用です、どうも銀取り用です。それは詰んでもおかしくないけど、詰みが私には見えない、詰みが私には見えないから、銀取った、いやぬるい、ぬるい、ぬるすぎる、なおちゃんそんなことじゃぬるすぎる。ここで角詰んでると思うけど、ちょっと詰みが読み切れない。まあこっちの玉が詰まないんで、これで金打ちの詰めろかければ、詰めろ飛車取りなんで、勝ちでしょ。うわーちょっと待って、これはさすがに詰めろでしょ、さすがに詰めろだと思う。銀とか捨てて、詰まん、詰まんかもしれん、やばいかもしれん、焦りし、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、結構焦ってる、やばいやばいやばい、え待って待って、金で、ちょ渡しすぎ渡しすぎ渡しすぎ、荒れてる、で飛車打って上がって、これ大丈夫かな、あでもなんかこれ銀捨てる手に動画があるから詰まないかな。ちょっと1局目からあれあれの身の能力者なんですけど。ありがとうございました。はい、というわけで次は10秒将棋ですね。いや10秒将棋が一番不安で、マジで10秒将棋いつぶりやろって感じなんで、あの時間が切れないかがすごい不安。まあ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 、ちょっと時間切れだけは気をつけていこう。まあこれはいつも一手損角換わりしてるから、一手損角換わりに持ち込んでいく、持ち込ませていただきまして、いただきまして、金上がって歩ついてやっていきましょう。歩ついて横歩取りな、黒野さんなんかすごい詳しいイメージあるから、こっからこっち横歩取りに持ち込むってこともできるんですけど、まあちょっと横歩取り自分はあんま好きじゃないというか得意じゃないんで、角換わりにしていきましょう。まあこれは指し慣れた形なんで、まあまあ10秒っていう時間の少ない中でも、わりかし生きていける人生なんじゃなかろうかっていう感じでいきたいんですけれども、これどういう形でいこうかな。最近まあプロ棋界でも流行ってる金まっすぐに構える形もあるし、自分がハマってるのは金こっちにくっつける指し方なんですけど、わあこれ右玉超か、黒野さん何でも指すから右玉ニスト、いやーなんか黒野流や、これ黒野さんがなんかやってたやつ、クソわからん、それ自分でそれ使ったことあるけど何が一番いいのかがわからん、腰掛け銀、まあまあまあ待って、普通に指して、まあそんな悪いってことはさすがにないだろうから、まあ普通に指すか、わかんないなりに、わかんないなりに普通に指していこう。玉、右玉か、右玉かでしたね、右玉か、ちょっと待って、玉これ歩つくかが永遠に悩む、歩つけば位取り防げるんですけど、歩つくと歩つきの攻めを与えてしまうというジレンマ、まあ歩つくか、歩も玉頭で動く手なんで怖いでしょう。というわけで歩つきまして、銀で、これ歩ついたら銀ぶつけてくんの、ヤンキーですやん、ちょっと日和気味、ちょっと日和気味だね、これは。なんか系統受けたんですけど、受けさせられたというか、なんというか、来ますよね。そら来ますよね。お、銀？これ次、銀打ち同飛車角があるんよな。一回追い返しては聞く、あ、聞くかな、これ取って同金角が王手金取りだけど角って受かるから聞きましたね、一応それは聞いていく、いやーこれ入んのかな、銀打ち金になりすぎて夜も眠れません、同飛車には角が飛車金両取り、いやー気合いできた、ただこれ飛車回った手が歩突き金逃げ歩突きの金の詰め、ああ銀なりがある、耐えた耐えた、今銀なり同金角が飛車金両取りでした、死んでましたねそれ多分、一応耐えた、これは飛車浮いてと思ったんよな、これは飛車浮いて金に紐つけて一応耐えてる説を提唱して生きていきたい、いやー提唱できてないかな、
角成り風付きはそこで切ってとかで反撃してくるのかな。いやーちょっとわからんかった。ちょっとちきった、ちきったというかなんかよくわからん手指した。一回玉の安全度を確保した。風付くとちょっと激しい戦いになって玉露出してんのがうんちって感じだったんで、一本はつく、一本はついて、一本つかせていただきまして、一本満足バーで、いやー満足できてんのかな。ひえそこで切んの。取ったらさすがに取られて死ぬ。まあさすがに死ぬ。じゃあ取ったら飛車取られて死ぬから、まあこれは同飛車しかない。で、金で歩取ってみたいな感じ。銀成り入れるのはなんか金取ってさすがに怖すぎていけていけないと思うんで、そうですね、それ取ってくると思うんですけど、頭おかしくなってついに頭が壊れていく。あ、もともとか、もともとでした、すみません。今まで頭が壊れてなかったみたいな言い方をしたことについて、お詫びしていきたいなと思います。この金取り結構受けにくいんじゃないかな。金すり込みたいけど飛車成りがあるんで、ちょい受けにく施設ありますよこれ。頭おかしいなりに頭使って考えてますから。うわー、がっつりがあるか、がっつりね。いやーこれは悪手、同金でよく分かってない。あー同金でよく分かってない。あーあー分かんない。私どう生きていけば幸せになれるの。角と金取りの両狙い。しかしこっちの玉もな、なかなかに死にそうな見た目してる。うわー手抜きか、手抜キング、手抜キング大先生ですか。ちょっと桂馬で桂成り狙っていくか。金取るのはそっぽ攻めて間に合わない気がしたんで、間に合わず等しげ大先生だと思うんで、これでいってどうかな。受け、受け受けの身の能力者、受け受けの身の能力者には角を打ちまして、逃げて金で取っていけるけど、最後すり込み、すり込みおじさんを狙っているのか。まあとりあえず打つしかないか。で逃げて銀取ってすり込んで銀打って受けていく感じかな。これがな、全然詰めろじゃないよな、君の全然前世からって感じなん で銀打つと取って同銀金とかでなんか千日で持ち込まれそうで、なんかちょっと勝ってる気がするんで打開しに行くか。ちょっと勝ってる気がするんよな、取って同玉で。次角入れば詰めろなんで、ちょっとぐらいは勝っといてほしい人生なんよな、さすがに将棋界の歴史においては。それが詰めろじゃないんで、それが詰めろじゃないですよね。あ、腹角でこれ頭金からの詰めろになってます。でこっちの玉が詰まないとなると将棋の歴史上は勝ち、先人たちはこれはこっち勝ちと教えてきた。あー、これは詰んだかな、詰んだ気がする。飛車取って同玉に飛車打って頭取ったら頭金、逃げたら飛車成りの一間竜の形を作っていけば詰みですかね、詰みですかね、詰みですよね。飛車なって合駒は金、上がっても金、それ以外の応酬はないんで、これは詰みですね。あー怖かった。ちょっと途中いろいろ死んでそうなところもありましたけど、まあ10秒将棋って感じでしたね。ありがとうございました。はい、というわけで最後は10切れですね。自分の主戦場なんでここで勝っていきたい、いきますか。後手番ですね。ここまで戦型は何やっけ。うわ、端歩ちょっと様子見に来てる。1局目相掛かり、2局目一手損角代わりだったんで、うわーな隣流的な、あ違う、これ山崎流パックマンを狙ってんのか。山崎流パックマン狙ってますね、黒田さん。これはでもここの歩ついてくるんですけど、それはちょっと右四間飛車の格好の餌の、うわー足くらってくる。何を狙っているんだ、歩ついて。なかなか序盤からこんな端歩くらい取ってくる、珍しいんですけど、ちょっとこれは、この歩はちょっと右四間飛車の格好の餌なんで、右四間飛車します。ちょっと取った方が動画映えというか、そういうのはあるかもしれないけど、ちょっと右四間飛車ぶつけてみたいんで、ちょっと右四間飛車させてください。すんませんって感じなんですけれども、銀上がってやっていきましょう。これは雁木で対応してくんのかな、こうなったら。
右四間飛車に対してはいろいろ対応策がありますけど、右四間飛車ということで、で角上がって、まあ、左美濃で行こうかな。左美濃で行きまして、行かせていただきましてって感じで行かせていただきますか。囲い方は銀をまっすぐ上がるのと金銀って囲いがあるんですけど、どっちも優秀で、どっちもあるとこなんですけど、ああでもこれ結構黒野さんとしてはもうなんか変な手指すと歩突きから仕掛けられる手を警戒してんのかな。銀とか上がっちゃうと飛車の横利き止まって受けが弱くなるんで、歩突きから4筋攻める手が気になってるかもしれない。とはいえ歩突いてなんか角道通してここ補強する手も角がぶつかりやすくなって激しい戦いになりやすいんで、それも黒野さん側としては怖いのかもしれないですね。金ぐらいが無難なんかな、なんか補強して。でも金っていうのも歩突きちょっと怖いか、同歩同銀、それちょっとペースな気がするな。こっちとしてもなんか歩突きでおら角ぶつけずとこらって言われる方が角交換、うわーなるほど、そうやって受けんのか。角交換になると同桂の後に歩突き同歩同飛車から突破される手があるんで、ちょっと気持ち悪いかなとも思ったんですけど、あれでもこれよく見たら取れんのか。でも歩とかでしばきにくんので、角なって銀取りと歩の両取り、歩なりに銀取って、まあそれ銀ボロはさすがに痛いから勝てるかな。角には一回銀とかで守ってくる気がするけど、そこで角引いて8筋を受ける、あとはズンズンズンを楽しみにするっていう生き方はありそう。なんか取れって言われてるからな、怖いんですけど、まあ気合で取りますか。取ると歩突き角成り同金、銀上がり、まあまあもう取るか、気合気合で取る。いろいろなんか角ぶつけられたりとか歩突きとか、こっちも怖い筋はあるけど、あーでも黒野さんとしても怖いと見て一回受けてきましたね、角成り、まあ、これならこっちも8筋受けといて、まああとはちょっと左美濃に囲ったりして生きていく人生送りますか。あとは歩歩伸ばしていきたいな。うん、で囲ってきて、玉囲うのを優先するのか攻めを優先するのか、いやーこれどうしようかな。まあ歩ちょっとチンパンはチンパンらしく攻めを優先していくか。チンパンがコラボの時に限って急に人間ぶると調子崩すんで、チンパンはチンパンらしく攻め重視で生きていきたい。これでなんか銀ぶつけとかちょっとしにくくなってますよね。同銀同歩の後に銀打ちの筋が残ってるんで、うん、ちょっと黒野さんとしても銀ぶつけはやりにくくなって、まあ、こっちとしてはちょっと銀ぶつけをいつでもできる状態だと怖かったんで、うん、それを消せたのは大きいかな。で、これで玉囲っといて。端歩は受ける手あったと思うんですけど、まあ、ちょっと端より玉囲う方が勝ち高いかなっていうことで、とりあえず囲って、で、これ放っとくと右玉にされそうで、右玉にされた時に、端の位取られると、すごい広くなって嫌なんで、そろそろ端歩受けようかな、っていう感じで受けていきまして、これは絶対右玉ですね。こっちに囲うのは、拠点に近づくんで、嫌だから、まあ、右玉にしてくるっていうのは、自然な思想を。いやー、どうなってんの？一歩得で拠点できてるから、まあ悪い理屈はないと思うけど、あの右玉をどう突破していいのかが一生わからない人生にならないことを私祈ります。はい、私祈りさせていただきまして、あ玉囲って、なんか歩ついて角道開けれなくしたいけど、そうするとなんか角とかで揺さぶられてここの歩取りが受けにくいとかなりそうやから、まあ桂馬使っとくか。この桂馬を使うビジョンが見えないけどな。桂馬跳ねても、なんか、どっちも使う。うわー、角道通してきた。なんか、歩成りとかあるから、結構怖いようにも見えるけど、まあ、今すぐ別に何もないから、大丈夫と見てきましたか。確かになるほど。これってさ、銀ぶつけは頭おかしいのかな。銀ぶつけちょっと気になるのは、銀かわされて玉頭を狙われちゃうんですよね。ただ銀ぶつけて銀かわしてきたら
銀出た後に歩成りから攻めていく手が残るんで、まあでもちょっと銀銀で玉頭攻められるのはきついか。なんかあんまり無理して動くのは良くないかな。一本歩とかついて様子見るのが大人ってやつですか。なんかそれが大人ってやつな気がするな。これでちょっと黒野さんの動き方を見て対応していく。結構ここで黒野さんも動かす駒が難しいと思うんですよね。金寄りとか玉硬くなるけど、ここが薄くなるし、玉寄って待機戦術とかもあるけど、ちょっと戦場に近づくし、あとは何やろ、位取るのも桂跳ねの攻めがなくなるし、かといって今桂馬、うえー、これはタップミスかな。どうなんやろ。飛車を回るっていうのが形としては自然だけど、そこのタップミスか、それとも高等戦術で飛車回って、あ、てかこれタップミスじゃないか、普通に桂頭狙ってんのか。なるほど。ただですよ、確かに放っておくと次歩突き同歩金寄りとかされて飛車ズドーンみたいな筋見せられてるんですけど、玉頭への威力がなくなったんで、こっちの玉がすごい安全になったんですよね。この飛車が動いただけで。だから、暴れがいがあるというか、自玉が安全な時に暴れると勝ちやすいんで、で、今自玉が飛車寄ったことによって安全になったんで、暴れていきたい。暴れるとなると銀かな。うん、銀で行きましょう、もう、気合で。同銀なら同桂かな。桂馬使ってちょっと飛車先止まるの気になるけど、同桂、なんか同銀同飛車って取ると銀打って飛車取りにしながらここ補強されるのがアホほど嫌なんで、まあしゃーなしですけどね。しゃーなし、同桂で使っていく。まあ、こんな中央に桂馬跳ねる気持ちいい手をしゃあなしっていうのも贅沢な身分ですけど、形勢としてはいいんじゃないかな。悪い理屈は普通はない。駒得、純粋に駒得ですし、拠点できてますし、この拠点できてますし、玉の硬さも普通はこっちの方が硬いですし、うわー、しばき合いラッシングしに来た。銀出て銀出てみたいなしばき合いラッシングしに来てる。春のしばき合い祭りですね。山崎春のしばき合い祭りしに来てる。あーでもこっちはしばき合いしなくても飛車浮くで受けるっていう手はあるんか。でもなー、それ飛車動けなくなるんで、どっか変なとこ行くと銀出られるっていう形が残っちゃうんで、もう行くでしょう。もうね、ヤンキーの力見せつけてやりますよ。でも風なって、はい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 、ヤンキーが急に人間ブルートーよくないですよね。ヤンキーはヤンキーらしく。うわー、そっちで取んの。まあでも確かに銀を残しておいた方が、なんか玉頭への圧はかけやすいからっていうことですかね。同銀、これなら同桂もあるよな。どっちしよう。うわー悩む。同銀は同銀なりから薄くされるのが気持ち悪い説ある。同桂は全然アリ寄りのアリゲラーって感じなんですけど、同桂かな。ちょっと同銀は同銀なりでさらに薄くされるのが発狂するほど嫌だったんで、ちょっと同桂で取って金の両取りだけ残して対応していってどうですかね。いや、そんな生ぬるいこと言ってたら生きていけない世の中かな、今の時代。あとこれ次金どっち取る問題があって、普通玉に近い金取るんですけど、同銀で意外に次の手がない説があって、こっちの金取っとけば同飛車なら飛車なって攻めていけるんで、そういう説はあるんよな。でもわざわざこんなそっぽの金取んのかっていうジレンマというか、なんというか、そういう悲しさも抱えてて、うわー、しばき合いをご所望してる。しばき合いご所望されてんな。こっち取りてー。同飛車なら飛車なりで寄せ合い勝ちできそう。
ただ取った時に飛車回るとかちょっと気になるんよな。それ結構嫌か。でもそこで金打って、でも同角とかでしばきに来るよな、絶対。うわ、悩むこれ。こっち取んのが普通やけど、同銀でよくわからん。そこで角の王手が痛い。まあ、銀上がられてもよくわからんか。発狂しそう。時間もない。3分切りたくない。いやー、わからんけどこっち取っちゃった。いやー、これ絶対逃げられる。取れ。取れ。取ってくれたら飛車成りで自信ある。銀取られるけど、その手がぬるいから角打ちとかで勝てそう。かそれ詰んでそう。同飛車飛車成りは角打ちからの多分詰めろですね。取ってくれ。将棋は祈りのゲーム。さあ皆さん祈りましょう。同飛車を。同飛車を祈りまして。いやー、でもほんまにこれ飛車逃げられたらどうしようかな。ここに。こう玉頭に効いてくるんで、なんか、攻めに加わってくる可能性があるんよな。でも、金、飛車逃げたら金打って受ける。桂馬取ってくれたら、まあ、銀取っとくぐらいでも、この銀外せるのは大きいから勝てる気がする。金に同角同歩に歩突きとかで、こう、飛車ここにいるから、それを生かしてズドーンみたいな感じで、攻められてちょっとキモキモって感じなんで。いやー、飛車寄られたらわからんな。どうしよう。飛車なってぶつける？同飛車同と銀なり。気持ち悪い。気持ち悪いというか、寄ってそう。さすがにこっちの玉寄ってそうなんで。いやー、祈りの力通じず。祈りの力が。まあ、ちょっと銀成り食らうときついんで金かな。まあこれ歩突きから攻める手あるけど、なんか同歩同飛車とかしちゃうと、こっち飛車成れる形なんで、まあなんだかんだここ飛車いても盾に使いにくい説を提唱して生きていくか。うん、そういう人生を送ろう。だから同角同歩歩突きとかで暴れてくる筋はしてこないのかな。桂馬取ってくんのかな。ああ、なんかもう、角、どっか逃げてほしいな。これとか、同とでと金離れるから、いいと思うんですけどね。これ、こういったらほら、安全なる。さすがにそんな角をタダでくれるわけはなく、まあ、同角かもう角で桂馬取るかの一手、どっちかですね。で、切ってきましたね。で、これ同歩で、まあ、垂らしてくるまでは、あ、同飛す？同飛す？え、同飛す？これは男の勝負。飛車なれるんで。ただまあ、クロンさんそれ承知で飛車なれるけど、飛車なった瞬間こっちもスースーで鬼怖い形なんで、それで勝負しようぜって言われてますね。うげえ。でもこの形ってなんか右にスースースって逃げていく形があるから、そんな簡単に寄らんと思うのと、飛車なっとけば、なんかこっち金もらったりすると角打って玉逃げた時に金打ちから詰みみたいなことがあるんで、黒野さんとしては駒渡せないと思うんですよね。飛車成りで黒野さんの玉に圧をかけとけば、なんとかなりし男なんではなかろうか。なんとかなりし男になってないかな。例えば金打ち、玉逃げ、銀取り、同金とかなるとこっち金もらえるんですけど、そうするとなんか相手玉詰ましやすくなるんで、ちょっと勝っててくれないと、これは歴史が覆ってしまう。将棋界の歴史が覆ってしまう。歩垂らしはまあ歩受けとけば大丈夫でしょう。銀成りもなんか同銀同飛車成りの時、黒野さんの玉が、おとみとみな気がするなぁ。うん、ここ。いや、でもここでうっかりしたら死ぬからな。まあ、ないでしょう。うっかりなんて。まあ、この僕が、うっかりしたことなんて生まれてこの方一回もないんで、はい。まあ、皆さんも動画、僕もうちょっとで動画投稿始めて3年になるんですけど、9月4日で、
動画投稿3年になるんですけど、まあ、この3年間うっかりしたことないんで、まあうっかり寄せられるっていうこと。うわー、金でしばきに来た。でもこれ金もらえるから積みって言ってたんやけどな。積まないの？金もら、同銀同飛車なり、角打ち逃げ、金打ち同飛車、角打ち同、角打ちは引かれて積まんか。え、待って、でも同銀同飛車なり、角打ち逃げ、角打ち、同玉角なり、角合い、同銀、うわむずーむず。待って、角ってなんか鳥取から寄せれそう。取って同飛車なり、角逃げ、金同飛車、角引いたら角なりで必死、かつこっちの玉が詰まないから勝てそう。取って同銀なりなんかな。同銀なりもあるか。同銀なりの方がなんか攻め駒増えて嫌か。よーく考えよう。角打って逃げて、角打って同玉角なり、金合いでちょっとつまん気がする。取り時金、いやー、ちょい8四歩、意味わからんか。意味はわかるんですけど、なんかちょっと迫ってるかなみたいな。そんぐらいが冷静、あ、そんぐらいが冷静パスタ説ある。それ詰めろよな、さすがに。ちょわからん。ちょっと角打った方が絶対良かったけど、ちょっとわからんかった。決断しきれんかった。くそ、これで逆ったら悔しいぞ。あ、同飛車、同飛車なら角打って逃げて、角打ち同玉、これで角打つとどうなんだ。角捨てて同玉角成り、それが一応王手飛車。ここで玉逃げるのは、金取った手が頭金からの乙女路に、乙女路になると思うんで、なってないのかな。なってない疑惑。あー、なってるなってる。これ金と玉逃げは金取りが乙女路に、乙女路になってるんで多分できないで、同玉しか多分ないんですけど、角なった手が王手飛車で、なおかつそこで黒のさ、角を合駒しないと王手が受からない形で、角合駒しちゃうと戦力がなくなるんで、これは来てるかな。来てる、来てる。なんだかんだ激戦だったけど、調整のままいけてる、いけてるぞ。あ、引かれる。あ、でもそれ歩叩くとかが結局あるか。あー、でも歩叩かせてとかもあったかもしれないけど、まあまあ角なって、これで玉上がると、そう、竜回りで詰みなんで、角合いしかないんですけど、これで飛車を分取っといて、銀なり同銀同金とかで圧かけてくる。いやー、圧かけてくる。これ黒野さんの玉詰まんのかよ。普通は詰みだけどね。まあ一回受けるか。一回受けて、一回受けし男爆弾させて、一回闇金、これが詰めろじゃないでしょ。取って同玉金打っても引けば詰まないから、これでどう。同角は竜で収まとれる。取って同玉、うわー、桂馬で、桂馬で逃げるのは馬入って積み、同金同、まあ同金同馬に行くか。同金積んでそうやけどな。まあそうですね、同金同馬で必死だと思いますし、こっちの玉積まないんで勝ちですね。まあ多分同金に積みもあると思うんですけど、あー、なんとかなった怖いまあ今回は一応全勝ということで、なんとかいけましたね。いやー、本当ありがとうございました。こっちからお願いしたんですけど、快く引き受けていただいて、本当にありがとうございました。見てくださった方も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。で、クロノさんの視点もあるので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。